ムネイストラーを売るエルシクトーンエルシクトーンはギリシア神話の人物である。長母音を省略してエルシクトンとも表記される。主にの2名が知られている。以下に説明する。このエルシクトーンはトリオプスの子でムネイストラーの父。エルシクトーンは傲慢な人物だったのでデーメーテールに罰せられたという。テッサリアーにデーメーテールの聖、森があり、 一本の神聖な歌詞の巨木がそびえていた。これはデーメーテールが大切にしていた木で、その木の下ではニューンペイが舞い踊り、人々もこれを信仰していた。ところが、エルシクトーンはニュームペイの静止も聞かずにデーメーテールの歌詞を切り倒した。これを知ったデーメーテールは、木がに名じ、エルシクトーンに決して言えない上を起こさせた。エルシクトーンは激しい上のために瞬く間に、 財産を食いつぶし、残った娘、ムネエストラーをも売り飛ばした。ムネエストラーは、ポセイドオンに助けを求めると、ポセイドオンは彼女に変身する力を与えたので、ムネエストラーは別の人間に変身して逃げ帰った。そこで、エリュシクトーンは何度も娘を売り飛ばし、その度に彼女は、様々な動物に変身して逃げ帰って、父を助けた。しかしエリュシクトーンの上はひどくなり、 巷ににまよい出て、小記となり、ついには、自分の指や手足、腹を含む全身を食らった末、骨と皮ばかりとなった体に残された唇を食って、死んだという。このエルシクトオーンは、アテーナイの初代の王、ケクロプスとアグラウロスの子で、ヘルセイ、アグラウロス、パンドロソスと兄弟。一説によるとアテーナートッイドオをンが、アッティカの領有をめぐって争った時に、 勝者の判定したのはエルシクトーンだった。しかしエルシクトーンは若くして死に、子もいなかったため、ケクロプスの死後アテー内の王権は、クラナオスに渡った。エルシクトーンの死は、彼がデロストから帰る、航海の途中のことで、暮らし合いには、エルシクトーンの墓があった。なお、アテー内のエレーティアの神殿にあった、最も古い心臓は、エルシクトーンが、 デロストから持ち帰ろうとしたものであった。ありがとうございます。